はい、どうも、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで、本日もやっていきたいと思いますけれども、本日はですね、12月12日、昨日から来ております、J リーグ FP 全員選手、レメマ紹介やっていきたいと思いますが、この11人が来たというような形になっておりますね。ヴィッセル神戸の方から、ポドルスキー選手と、ダビド・ビジャ選手ということで、まあ、ポドルスキー選手はですね、ハットトリックしておりましたし、まあ、確実に来るかなと思っておりましたけども、PK のね、ワンゴールだったんですけども、ビジャ選手も来たというような形になっております。いや、親友になんかね、個人的にはね、見れば見るほどかっこよく見えてくるのがね、不思議なところかなと思いますけども、ご覧の通りですね、まあ、注目選手でいうと小林優選手だったり、このね代表クラスの選手がいるというような形になっておりまして、今現在 E1 がね行われておりますけども、ガンバ大阪の三浦健太選手もね、登場という形になっております。まあ、あとはそうですね、横浜 F マリノスの方から3選手が来たというような形になっておりまして、これはかなり激アツだったんじゃないかなと思います。チェガオマルチン選手にティーラトン、そして、木田拓也選手というような形になっておりますね。まあ、この中でも言いますと、チアゴ・マルチン選手と木田選手はですね、J リーグの、ベストイレブンにも選ばれておりますので、かなり激アツな、ね2選手が来たというような形になっているんじゃないかなと思います。あとは清水の方からね、ドグラ選手と大久保選手、そして、セレッソの方からソーザ選手、サンフレッチェ広島の方から荒木選手ということで、まあ、前回のね日本代表にね、荒木選手が選ばれておりましたけども、しっかり一人ずつ見ていきたいと思います。まずはね、唯一の黒玉選手ポドルスキー選手ということで、この選手は本当に強いですし、まあね、欲しかった選手かなと思いますけども、180センチで34歳、左足のね、ヴィッセル神戸の選手となっております。まあ、移籍関連の話がね、浮上しておりましたけども、まあ、どこに行くのかっていうところもね、楽しみにしつつ、まあ、若干悲しい気持ちになりながら、しっかり見ていきたいと思います。ご覧の通りですね、まあ、オフェンスセンス決定力の部分がですね5と7上がっておりますので、これはかなり高いものがあるかなと思います。特に決定力がね一番上がった能力値でプラス7で90ということですね。で、あと足元系でもですね、ボルコンドリブルしっかりありますし、パスも87、93ということで、特にフライパスがかなり高いですよね。で、あとはプレースキックカーブも86、82というところなので、しっかりね、フリーキックも狙っていけるんじゃないかなと思います。キック力は94で、やっぱりここら辺はかなり高いですよね。フィジカルコンタクト87、ボディーコントロール92ということで、唯一コンワンさんというところがですねネックな部分なんじゃないかなと思いますけれども、まあ、今週はライブアップで A ですのでね、当たった方はぜひ使っていただきたいかなと思います。ということで、スキルは10個持ってますね。コンカだったり、あとはシュート系、ミドル、ライジング、そしてワンタッチパス、バックスピンロブ、ピンポイントクロス、アウトスピンキックということで、まあ、パス系のね、スキルかなり有能ですし、まあ、コンカだったりシュート系のスキルもかなり有能なものを持ってるかなと思います。プレイスタイルはウィングストライカーということでですね、ヴィッセル神戸もう一人も見ていきましょう。ダビド・ビジャ選手ということで、今シーズンを最後にですね引退されるという形になっておりますが、かなりね、悲しいものがあるかなと思いますけども、しっかり見ていきたいと思います。オフェンスセンス90、決定力90ということで、まあ、ここら辺はですね得点能力の化け物がね、現れたかなと思いますけれども、あとはボルコンドリブル、ボールキープの部分で足元もしっかりあるかなと思いますね。特にボールコントロール、ドリブルがですね93、90ということなので、ここら辺が一番上がった能力値になっているかなと思います。あとはやっぱりグランダーパスも高いですよね。プラス3で85で、プレースキックカーブが82、86で、スピード瞬発の部分がですね瞬発力は80欲しかったかなというところなんですが、80、74という形ですね。で、コンワン4ということで、総合値は89でプラス8ということで、スキルもともと10個持ってますので、スキル、追加スキルありませんでしたけども、まあ、中でもダブルタッチだったり、コンカ、ワンタッチシュート、ここら辺のスキルかなり有能かなと思います。プレースタイルはデコイランということで、デコイランはですねかなり珍しいプレースタイルになってくるかなと思いますので、当たった方はぜひ使っていただきたいと思います。で、続きまして、川崎フロンターレの方から小林優選手ということで、ようやく来てくれたかなという印象なんですが、オフェンスエース88、決定力92ということで、やっぱりここら辺の得点能力はかなり高いものがありますよね。共に7ずつ上がっておりまして、一番上がった能力値ということになっております。で、足元系もですね、83、81、77ということなので、足元もしっかりあるかなというイメージですし、あとはスピード瞬発の部分も87、91ということで、やっぱりスピシュンがあって足の速い選手になってくるかなと思います。キック力86、ジャンプ87、フィジカルコンタクト81、ボディーコントロール82、スタミナ83ということで、小林優選手はですね J リーガーの中でも珍しくコンワン後ということで、ここがですねかなり評価できる部分なんじゃないかなと思ったりもしていました。で、総合値は84から90でプラス6ですね。で、スキルですけども、追加スキルなかったんですが、ヘッダーだったりワンタッチシュート、ここら辺のスキルかなり有能かなと思います。プレイスタイルはライブレイカーということになっておりますね。
続きましてセレッソ大阪の方からですね、ソウザ選手ということで、この選手もかなり強いですし、バランスがかなり取れている能力かなと思います。オフェンスセンス77、決定力79、まあここらはですね CMF の選手なのでそこまで高くないんですけども、足元系ですよね、ボルコンドルブ、ボールキープの部分がかなり高いですし、パス系も87、86ということで、パスもしっかりつなげれる選手になってくるかなと思います。あとはそうですね、プレスキックのカーブの部分で93、87ということで、まあカーブはですね、スキルにコントロールカーブが追加というところもありまして、カーブがプラス7で87ということで、かなり上がってますよね。で、一番上がった能力値ですけども、プラス8で、キック力が87から95ということになっております。キック力90代後半というところは、かなり評価できる部分かなと思いますし、G リーグ FP ですね、ミドルシュート狙われたらかなり怖い選手かなと思います。で、フィジカルコンタクト89、ボディコントロール85、スタミナ85ということで、これのフィジカル系の能力値はかなり高いものを持ってるかなと思いますし、ここですよね、ディフェンスセンス、ボール出し、アグレッシブネスの部分ですけども、ボール出し、アグレッシブネスが89、86で80代後半っていうところはかなり評価できる部分かなと思います。で、コーン1、5ですね。ここもかなり評価できる部分かなと思いますけども、総合値は82から88でプラス6ですね。で、スキルはミドルシュート、無回転シュート、ライジングシュートのシュート系の3つに加えて、コントロールカーブが追加ということで、この根活追加っていうところと、あとは、カーブが87っていうところはかなり評価できる部分なんじゃないかなと思ったりもしていました。で、プレイしたらボックスボックスですね。で、続きましてチアゴ・マルチンス選手ということでですね、この選手は、まあ、今週がですねライブアップで A なので、ワンチャン勝ちスカあるかなと思ったりもしてましたし、あとは金スカっていうところもね、狙っていける選手かなと思います。まあ、まずですねボルコンドリブル78、76、パス系79、79ということで、まあ、パスはですね80欲しかったかなというところですが、70代後半はあるかなというところです。あとはフィジカル系でヘディング87だったり、ジャンプ89、フィジカルコンタクト86ということなので、ここら辺はしっかり80代後半まであるという形になっておりますね。で、ここですよね、スピード瞬発の部分が93、88ということで、このスピシューはかなりエグいですよね。センターバックで裏抜けされても全然大丈夫っていうねスピシュー持ってるかなと思いますけども、あとはディフェンスエース、ボール出し、アグレッシブネスの部分が92、85、88ということで、ディフェンス系の能力もかなり高いものを持ってるかなと思います。で、総合値は90でプラス6ですね。で、スキルは何もなかったんですけども、マンマークと闘争心が追加ということで、プレイスタイルビルドアップという形になっておりますが、個人的にですね DMF ができたらかなり強い選手になってきたんじゃないかなと思いますけども、まあでもスピード瞬発がかなり高いセンターバックになってくるかなと思いますし、まあ、今週は特にライブアップデーがね A なので、ワンチャン金スカにも入れられる選手かなと思います。で、続きまして清水エスパルスの方からドーグラス選手ということで、まあ本当にこの選手も決定力の化け物かなと思いますけども、オフェンスセンス87だったり、決定力90ということで、ここら辺の得点能力かなりえぐいものありますよね。で、あとはヘディング92だったり、ジャンプ90、フィジカルコンタクト90ということで、スピード瞬発も89、83あって、ジャンプだったりねフィジカル系の能力値もかなり高い選手かなと思います。で、コーン14ということで、レベマ総合値は88ですね。で、スキルはもともと6つで、ヘッダー、ミドル、ドロップ、アクロバティックシュート、ワンシュー、 PK キッカーに、コンカとチェイシングが追加ということになっております。まあ、ただですねチェイシング追加というところはかなりありがたいんですけれども、だったらスタミナもう少し欲しかったかなというところですね。まあ、ただコントロールカーブ追加というところはかなり評価できる部分かなと思います。プレイスタイルはポストプレイヤーということになっておりますね。で、続きましてガンバ大阪の方から三浦健太選手ということで、今現在開かれております、E1 選手権にもですね、日本代表として参加されている選手になっておりますけれども、ご覧の通りの能力値ですね、まずパス系がですね、フライパスが86ということで、このフライパスがかなり高い選手かなと思います。で、あとはヘディング91だったり、ジャンプ92、フィジカルコンタクト86、ここら辺のフィジカル系の能力値もかなり高いですよね。で、スピード瞬発も83、81ということで、しっかり80台まで乗せたという形になっております。で、ディフェンスエース、ボール出し、アグレッシブネスの部分は84、84、83ということで、まあ金玉の選手なのでね、80後半は欲しかったところかなと思いますけれども、コーン4ということで、レベマ総合値は89でプラス7ですね。で、スキルは4つだったんですけども、マンマーク、アクロバティック、クリア、キャプテンシー、闘争心に、バックスピンロブとインターセプトが追加ということで、まあこの2つのスキルかなり有能かなと思いますし、特にマンマーク、インターセプト、ここら辺のスキルがかなり有能なものを持ってるかなと思います。プレイしたらオーバーラップですね。で、続きまして横浜 F マリノスの方からティーラトン選手ということで、ティーラトンもかなり強い能力値持ってるかなと思いますけれども、ご覧の通りですね、まず足元系が81、81、82ということで、ここら辺の足元系のね能力値かなり高いもの持ってるかなと思いますし、フライパスがプラス7で92ということで、この能力値はかなり高いですよね。一番上がった能力値ですし、90台までしっかり乗せたという形になっております。で、プレースキック、カーブが86、90ですね、ここら辺もフリーキック任せられる選手になってくるかなと思いますけれども、サイドバックの選手でスピード瞬発82、86ということなんです。
ですが、まあ、スピードがですね、80後半まであればもう少し強くなったんじゃないかなと思いますけれども、キック力91で、後半4ということで総合値は88でプラス6ですね。でスキルはミドルシュートとピンポイントクロスに足裏コントロールとワンタッチシュートが追加ということで、まあ、特にピンポイントクロス用いてというのはかなり評価できる部分かなと思いますし、ワンタッチシュート用いてところもねインナーラップサイドバックでかなり重要なスキルかなと思います。で今回ゴールキーパー枠はですね大久保選手ということで清水の方からね、こちらも2選手来たという形になっておりますけども、まあ GK 枠ということで、キック力85ジャンプ91フィジカルコンタクト95ということでここら辺のね、フィジカル系の能力かなり高いものを持っているかなと思います。あとは GK 潜水以下ですけども全て80代後半ですね。87、88、87、85、89ということで、まあ通常からですねかなりの上げ幅ありますし、特にクリアリングがプラス9で87というところはですね、かなり評価できる部分なんじゃないかなと思ったりもしてました。で総合値は76から84でプラス8ですね。でスキルは闘争心に高弾道パントキックが追加ということになっております。で続きまして横浜 F マリノスラストですね、北拓也選手ということで、この選手はですねベストイレブンにも選ばれておりますし、ベストイレブンガチャもですね、期待できるところかなと思いますけれども、かなりバランスを取れた能力かなと思います。足元系しっかりありますし、パス系ですよね、85、80ということでグラウンダーパスが一番上がった能力値で85という形になっております。でスピード瞬発も85、86でかなり高いんですよね。であとはフィジカル系でジャンプ87だったりフィジカルコンタクト85、スタミナ93ということで、ここら辺のフィジカル系の能力値かなり高いものを持ってるかなと思います。でプレスタイルアンカーでですねディフェンスセンス、ボール出し、アグレッシブネスの部分もしっかり高いという形になっておるかなと思います。で後半4ということで総合値は86でプラス7ですね。でスキルはマンマークインターセプト、キャプテンシーにワンタッチパス闘争心が追加ということで、マンマークインターセプトはこれの辺のスキルかなり有能ですし、ワンパス追加というところもかなり評価できる部分なんじゃないかなと思ってました。で本日ラストはですねサンフレッチェ広島の方から荒木選手ということで、荒木選手もかなりねバランスを取れた能力値かなと思いますけども、ご覧の通りですね、まず、ヘディング90、フィジカルコンタクト91、ジャンプ92ということで、これのフィジカル系の能力かなり高いですし、まあただですね同玉の選手なので、まあディフェンス系の能力値がですね80、79、79というところはもう少し欲しかったかなというところかなと思います。後半4ということで総合値は85ですね。でスキルはヘッダーとキャプテンシーにアクロバティッククリアと闘争心が追加ということで、でプレイスタイルに何もなしという形になっております。ということで本日はですねご覧の11選手紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ個人的にはヴィッセル神戸からね2人来ておりますし、まあ横浜 F マリノス、 F マリノスからね3選手来たというところはね、めちゃくちゃ熱かったんじゃないかなと思います。あとは清水の方から2人も来てますね。で個人的にですねこの11人でサポーター以外がね、欲しい選手って言ったら、まあポドルスキーだったりビジャ選手欲しいかなと思いますけども、個人的にはチアゴマルチンス選手だったり日本代表三浦健太選手とか、そこら辺ね、選手になってくるんじゃないかなと思いますけども、ぜひですね皆さんの当たった選手も、コメント欄にて教えていただきたいと思います。ということで本日の動画が良かったなと思ってくださった方は、最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では